はい、丸山教授です。北の寮母チャンネル。今日はね、ドローン飛ばそうと思ってさ、初めてのドローン撮影しようと思った。天気もいいし、結構今日は天気いいってなんだけどもね。なかなかドローンって難しいやん。すぐにはできないっていう。で、見てもらえば分かるけど、結構建物あるじゃん。でね、ちょっと分かんないから、初めてだったからさ、ちょっとグラウンドの方で、小学校のグラウンドの方で飛ばしたんだけども、まあいろいろ分かんないことだらけで。で、調べてると、こうなんていうの、飛ばしてたらさ、自分の姿、なんていうの、まあ、そのアプリにいろんな機能がついてて、スポット撮影みたいな、要はその被写体に焦点を当てて、こう自由にこう勝手に飛んでくれるみたいな、そういう機能がついてるんだな、DJI Fly っていうアプリ。その便利なアプリでこういろいろ撮ろうと思ってさ、なんだけどうまく機能しないわけよ。いくらこう説明でやってもそのうまくいかないと。で、その原因としてはね、これ当たり前ダメって言われるよね。これついてたらダメなのよ。要はカメラ動かないから、これついてたら。で、ああこれ撮ればいいんだと思ってさ、あまりイライラしたんだよね。ずっともう撮れな、そのなんでうまくいかないんだ、撮影がうまくいかないんだと思ってさ。で、これ撮んなきゃダメなの。で、撮れたの、これ撮れて、で、うまい具合にカメラのアプリもちゃんと正常に作動したんだよな。で、バーンってやって、このぐらい狭いところ、低いところで自分を被写体にして、で、その自分を中心にこう勝手に回ってくれるっていうやつ、こうピッと押したんだよ。そしたらブイーンと回ってって、壁にゴツンゴツンしたんだよ。ガンガーッて落ちたもん。はい、落ちてます。落ちてもウィン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 回ってますよ。相当な勢いでこう自分を中心にフウェーンって回ってって、まあ要はウェーンバーンみたいな感じで、思いっきりこの見える、まあまずこれ折れた、羽折れて、でもう傷だらけ、壁吸った後ありますね。ガッツ吸ったもんだ、バカーンって言ったもん、うん、いや、もう多分治ると思うんだけど、治してくれるっていうか保険でね。だからまずこれ撮るんだよ。いや当たり前なんだろうけど、使ってる人にしてもらうさ、素人は分かんないから、初めてで、これ説明してる人いなかった。要はこれ撮りますっていうのはさ、気づかねえよな。多分これまあカメラに傷つかないようにこうやって片付けておくもんなんだろうけど、まあやっちゃったね。ということで、美しい風景はないと、初フライト失敗っていうことだな。だからやっぱり広いところでまず練習した方がいいわ、うん、いや最初やってたんだよ、広いところでやってたけど、はい、要はああでもないこうでもないやってるうちに、もうイライラしてきて、で何が原因かも分かんないしさ、でやっとこれが原因だって分かって、このカバーね、でその時点でやっぱりグラウンドに戻ればよかったんだけど、もう大丈夫だべと思って油断してたら、いや勝手に止まると思ったね俺、ファーって言って勝手に作動するかなと思って、でこれは前と後ろと上と下にはついてるけど、サイドは自動で危険を察知するのがついてないんだよ。だからちょうど悪いところに俺ね、ちょっと調子こいてその機能を使ってみたっていう、かなりの勢いってもない、かなりのスピードでしょ、うわーいってなんかピッてやったら、うわーなんて言ってんの。誰も見てなかったらありがたいけどさ、あれみんな見てたらめっちゃ恥ずかしかった。まあまあということで、壊したと、20万近くしたんじゃないかな、これ確か。結構だよ、もうショックだよ俺。さすがに。
ということで、ちゃんと広いところでやりましょうと。危なかったねけどね、これ。いや、危なかったですね、本当に。なんか変な人とかに当たったりさ。本当に。もうとにかく失敗あるのみだから、俺は。川田君、はい。失敗から学ぶ男だから。目の当たりにしました、今。いや、やばかったよ。やばかった。これは危険だよね。危ないですね。危ないよね。ちゃんとやっぱり練習して、広いところで、自由自在に操れるようにならないと、危険ということで、皆さん気をつけてくださいってことね。まあ、ほんと残念だな。いや、俺自分でやってたからよかったけど、俺鎌沢くんやってたらもう、なんていうのバカかお前はってね、ほんとにもう、すいませんってね、マジで。なんも焼き入るわ、俺マジで。いや、もう、危なかった。よし、まあいいや。で、これじゃあ明日、すぐ修理直さなの。以上でございます。ぶつかったあの衝撃の映像撮れてればいいんだけどな。あれはちょっとちょうど押してなかったからね、はい。